ハマスゲは漢地に生えるカヤツリグサの一種。雑草としてよく見かけられ、また薬草として利用される。ハマスゲは単子葉植物、カヤツリグサかカヤツリグサ族の植物である。スゲと名がついているが、スゲ族ではない。乾燥したところにもよく育つ、多年草である。地下に、海上の茎を持ち、細い縄のような匍匐形を伸ばして広がる。まばらな群落を作るが、 それほど大きな集団を見ることは少ない。根室用をよく発達させる。葉は細くて長く、それほど硬くはなくてザラつかない。幅は2から6ミリメートル。先端は緩やかに垂れる。主脈の両側に膝があって断面は浅く M 字状。新緑で非常に強い艶がある。初夏から秋にかけて家計を出す。家計はまっすぐに立ち、やや細くて新緑。 やはり強い照りがある。その先端に果樹をつけ、基部のとは3枚ほど、長いものは果樹より長いが、あまり目立たない。果樹は1回だけ分子する。コボは線形で、長さ1.5から3センチメートル程度、互いにやや寄り合って数個ずつの束を作る。コボの輪ペンは血赤色で、艶があるが、やや色が薄い場合もある。果実は輪ペンの半分程度。 雑草として二十歳に生えることも多い。根茎や補服茎を持つので、引き抜きにくい上に根絶が難しく、その点では厄介であるが、背は高くならないので庭などではそれほど邪魔にはならない。乾燥に強く、日差しの強い、乾いた地によく生育する。砂浜にも出現し、名前もこれによるものであるが、実際には雑草として庭や道端で見かけることの方が多い。 強い日射や乾燥にも強く、舗装道路の路傍にもよく出現する。時にはアスファルトを突き破って生えているのを見かける。本州から琉球列島にかけて、国外では世界の熱帯から亜熱帯域に広く分布する。薬草としては古くからよく知られたもので、小僧院の薬物中からも見つかっている。小薬としては鉱物と呼ばれ。 秋から翌春にかけて肥大した根茎を掘り取って乾燥させたものを用いる。漢方では方向性権威、上血、通経、鎮経の効能があるとされる。成分としては精油0.6から1%を含み、これにはアルファキペロン、キッペロール、インキペロール、キペレンなどが含まれる。現在は主として中国、韓国、北朝鮮。 ベトナムからの輸入によっている。酵素酸メガミなどの漢方法材に配合される。2000年前にスーダンで暮らしていた人々の遺骨の分析から当時の人々はハマスゲを食べていたことが分かった。また彼らは驚くほど健康な歯を持っており、それはハマスゲの抗菌作用による可能性があることが示唆された聖高ハマスゲかヤツリグサ属で本土において、 同様な場所に出現する種としては、かやすり草、犬クグ、クグガヤ釣りなどがあるが、これらは、根質用が、それほど発達せず、またこぼもそれほど色づかないので、形も見かけもかなり異なる。八重山には類似の砂浜スゲが自生する。より、こぼが太いのが特徴である。キハマスゲ近年の幾多植物に、セイタカハマスゲと食用がや釣りがある。前者はハマスゲに似てより大型。 根本に根系ができない。校舎は、ほが黄色っぽい。なお、屋久島から知られる屋久島浜菅は、菅族である。ありがとうございます。